タイ、ラオスにおけるワットとは、サンスクリットのバタを由来とする言葉で、寺院を意味する言葉である。通常、ワットという形で、固有名詞の上に関して用い、それが寺院であることを示す。あるいは、ワット単独で、寺院一般を意味する。ワット自体は寺院を意味する、一般的な言葉であるため、ワットを関する施設が絶対に、タイラオス的な神座部仏教施設であるとも限らない。 例えば、バンコクにあるワットシーマハーウマーテウィーのようなヒンドゥー教寺院はワットケークと呼ばれ、ビエンチャンにあるヒンドゥー寺院もワットケーク、ノーンカーイにあるヒンドゥー寺院もワットケークと呼ばれている。バンコクにあるカルアリオ教会はキリスト教会であるにもかかわらず、タイ語ではワットカンワーとワットを関して呼ばれている。また、バンコクにある中国、チベット寺院、 ワットポーメーンクンナーラームもワットを関して呼ばれている。一方、モスクはマッサイットスラオなどと呼ばれ、通常、ワットを関さない。なお以下では、混乱を避けるため、仏教寺院のみについて記述する。タイでは、ワットは、法人格を有している。住職が一人置かれることになっている。寺院の管理はこの住職と寺院の周辺住民から、なる委員会によって行われる。 住職がいなく僧が住んでいなく管理が行われていない寺院は廃寺と呼ばれる。近世以前近代的学校教育が普及するまでは学校として機能し、また現代では宗教行事のみならず祭りが行われたり社交場としても機能している。不殺道、本道、仏道のある寺院通常以下のような施設を備えている。不殺道の本道とよく似ているが周辺に 結界石と呼ばれる石が置かれている。この不殺道は主に出家の時に使われる本堂・仏道本尊が設置されている建物である。仏塔基神の骨や仏舎利などが安置される仏塔である三蔵庫三蔵鏡を保管する場所。説法書もともとは僧の学習のためのスペースであったが、現在では説法などのサイズ奥人にも開放されている。 モンドップ通常壁のない四角い建物で戦闘がある。今日を唱える場所である。太鼓台警報用の太鼓を設置するところ。金台警報用の金を設置するところ。栗通常、蒸気の施設より隔離されたところに置かれる層が、一般生活を送る施設である。ありがとうございます。